ちょっと低音下げようかな。パクチョリーシンセン変なものだとモデルクラフトシンセン 2.0 とかウェブおー全然知らない。ちなみに MC なのは回想になりましたよ。やばかった。いやばくないですよ全然。買いましょう。
でしたが、酒が切れた。音割れてないですかね、大丈夫ですかね。お、シシャ2の曲聞きましたよ、ありがとうございます。ちょっとね、それぞれのコメントはね、控えさせてもらってるんですよね、申し訳ないことに。マストオフィシャルエクセレント、おー、サンキューインエブリウェイ。1曲しか採用しないとか言ってますけど、多分ね、結構ね、数が少ないんで、何曲か採用すると思います。いや、エッチーさんの曲いいですよ、本当に。オープニングで使おうと思ったぐらいですね。あ、すいません、個別のコメントはですね、まだ控えさせていただこうと思います。今思わず言っちゃった。サイバーさん、音的に全然大丈夫です。全然もう何の問題もない、本当に。あ、どこまで行ってます。
やっぱり MC7 まで買えばよかった買って損はないですよ。これも新曲でけど、今めっちゃ公開してますけど、テクノ作れない。いやー、サイバーさん全然いけるじゃないですか。もうそんな言い訳は通用しませんよ。全然できますって。結局蓋開けたらトランスになってるんだろうなって今思ってます。いや、もうトランスっぽくなろうが何になろうが自由だと思うんですよね。僕は、僕の曲だってね、なんかよくわかんない方向向かってますからねThank you.
When? If not now, 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 when? 次、今からやるのは新曲じゃないですね。しかし新曲確定ありがとうございます。もう超です。これはね、前回ライブでやったやつですね。長めでやったやつです。
女の子をゲットしてきたということですか。あ、皆さん、悲しいお知らせをここでします。本当に悲しいお知らせなんで、皆さん覚悟して聞いてください。なんとこのグルーヴボックス DJ チャンネルシンガー、女の子の視聴者層が 0.2% から 0.1% に減りました。ご多少ください。あー悲しい。全然を泣きますよ。あえてよ、紳士であると。ありがとうございます。紳士を維持するためおとなしくておとなしくしなくていいですよ。
ちょっとちょっと。チェイサー、ちょっと持ってきます。やっぱりね、水分取らないとダメですよ、夏は。皆さん、おっぱいじゃない、乾杯。メソポタミアチグリスさん、こんばんはです。ほんまめっちゃかっこいい、ありがとうございます。ルームさん気を使わなくて、ルームさんの上のコメントを見てくださいよ。ルームさんの真上のコメントですよ、よーく見てください。緑色のねニコちゃんマークが何回言ってますけども、ハブでね、今さらね、手放したことをね、後悔してるんですよね。あー、欲しい。
ウェスさん、サンキュー、ナイスポチャ、イエーイ。新曲です。コンシンガー、イエーイ。やる気出てきた、イエーイ。長く長く長くブレイクをします。まだ行きます。長い。
マサさん、えぐらない、えぐらないんですよ。 0.2% から 0.1% に減りました。これもひとえに、皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。0.1% フィルターかけてやる。スマホの電池切れて、スマホ？あ、違う、スマホね、スマホでしたね。失礼、紳士たるもの失礼。もちょ、こんばんは、おいども JK ですわ。おいどんもすばい。そういうとこやぞ。反省か。そらが続きますね。紳士は穴で通じる。あ、穴じゃないや、まるで、まるで通じる。危ない。ん？分かんなくなっちゃった。さらに減っちゃう。減らない。
今回のシンガーさんの新曲はドナシーのメロディーが最高。確かにね、シーケンスフレーズ多いかも。あ、常連はみんな女子でカウント。確かに。女子は改弁言いません。この曲ももしかして自身者で使われたいですね。いや、これは全然 使わないですね。単なる新曲です。だから女子アーカーに好きなコスメとかファッションブランドの話を聞かれたら一発でネタまでバレるってあれほど。メロディー聴きたくなる衝動ってどうしたらいいでしょうか。メロディーを聴きましょうか。違うな。演歌みたい。桜が見えた。 Love your dark techno。 Thank you。 ルーさんがシンガさんの動画に合わせてメロディー聴いてる動画をシンガさんに送るのといいですね。めっちゃ見たい。そうですね、全裸ですからね。基本紳士たるもの、全裸たるもの。
はい、まとまとやってきました。長いブレイクのお時間でございます。もし Y の曲が採用されたら曲名のお化けが出そうな BGM がクレジットに載るのかな。エッチーさん、それより以前に、気づきませんか。曲エッチー14って書かれるんですよそれに気づいていますか、エッチーさん。確信犯だ、確信犯来た。エッチーさん、雰囲気のかけらもないざっくりとした曲名。狙ってやがる、狙ってやがる。かわいいゲーム。Y だけ採用されなかった。それも美味しいのも計算済みです。必要がありますね、僕と友人の2人で、点数を持って、応募作品に振り分ける採点です。なんで忖度なしで行かせていただこうと思います。でね、今の曲中だったらもう明日で締め切りなんで、多分ね全曲採用です。記念にね、
これフェイスレスネタですよね。フェイスレスネタ。フェイスレスネタってなんだろう。この辺のキックもボルカだったりするんですか。これね、サンプリングですね。最近は結構横着しちゃってるんで僕。フェイスレスってユニットの We Come One の声ネタかと思います。あー、なるほどね。ですね、この声ネタね、なんか適当に買ったやつに入ってたやつですね。もうね、ありすぎて何を買ったかは覚えてないですね。良いサンプルがあるのですね。とはいえそのまんまは使ってないです。一応ね、いろいろ EQ とかいろいろいじった上で、モッチョさんなんかは結構ね、こういうサンプリングとかよく知ってたりするんじゃないですかね。なんかトランス系作る人って、例えばサイバーさんとかも、いいサンプリング売ってるところとか知ってそうなイメージ。みんな大好きリア充在。サンプリングをうまく使うの、おいしく使うのってね、なんだかんだで大変だったり、なんか面倒そうなんですよ。結局ね、なんかね、サンプリングそのセットを使った曲の例みたいなやつから離れられなかったりとか、ね、するんですよね。ベンチェンスシリーズと分かんない。
に対しては超来れるとか、いろんな女性からバンバン LINE 来るのにな。という世界一線の夢を見ています。 Well, newcomer I see。 ありがとうございました。純粋、もう均等に乗れる。夢じゃないですよ。ガルバの女から営業ライン来まくりですよ。ガールズ&パンツァー赤い、あ、違うわ、それ違うわ。滑った、やばい。女子が減る。減りません。もう 0.1% ですよ。 0.1% の皆さん分かります？青春もののアニメでもう勝てない、この敵にはもう勝てないんだ、どうして立ち向かったらいいんだっていう時に、いきなりポットでのヒロインが出てきて 0.1% の可能性があるなら、あなたたちはこれにかけるしかないわみたいなこと言われて、そうだ俺たちは 0.1% でやめましょうそんくらいですよ、 0.1% なんで。はい、最後までやって1曲目に戻ります。皆さん、新曲交えた、マシンライブいかがでしたでしょうか。久しぶりでしたね。なんかでもこのマシンライブっていうのもね、
なんかあんまり最近ちゃんとやってなかった気がしますね。良かったです、途中からだったので、またあとじっくり聞かせていただきます。ありがとうございます。新曲いい、 ありがとうございます。結構ね、今回そんなに暗くなかったと思うんですよね。なんかね、もう引き出しがなさすぎて引き出し出すのに必死で、なんかいつも弾かないフレーズとか弾いちゃったりとかして絵がった絵がった、ありがとうございます。